杉山幸章です。今日は歌声の魅力1ですね。ね、歌声の魅力っていうと、なんだろうな、やっぱりね、お客さんですね。お客様、お一人お一人のお客様です。その方々の笑顔、表情ですね、歌ってる時の、それが会場にこう一つ二つ三つと咲くんです。もうね、花咲くように咲きます。それが一番の魅力だと思います。お客様はね、帰りがけに、もうなんか帰る時の話してますかね、帰る時に、帰りがけにおしゃべりをしたり、休憩中におしゃべりをしたり、会場でですね、たまたま会った方が、あ、何十年ぶりとか言ってね、そこでまたパーッと花がポンとね、咲くっていうこともあるみたいですし、あとですね、こう歌をこう歌う時に、まあ、イントロはそんなに弾かないんですけれども、歌が始まって、その前に歌詞が、表示されて、それでね、こうなんとなく始まるんですけど、曲もこう言うとですね、あら、歌えないわみたいな顔してるんです。それで隣の方と、ちょっと知らないわよねとかって喋ってるんですね。それで僕がこう演奏して歌い始めると、そのまんまパッと歌ってるんです。それで、あら、歌えちゃったみたいな顔をしていて、これも一つ魅力だと思います。それで歌い終わった後に、横のお客様と一緒に来たお友達と、おしゃべりをして、こう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 でっていうのをバーッとしゃべってね、もうお話が、おしゃべりが花を咲くっていうのもあると思いますし、もうなんかね、こうこのなんていうんでしょう、おしゃべりをするしてる時の感覚ですよね、感じ、それもこの歌声の魅力だと思います。歌の魅力はもう歌ってらっしゃる方、その声、表情、あとですね、時代もあると思うんですけど、それぞれの方々が、こう経験したこと、その歌が流行ってた時、歌ってた時のその記憶ですね、それが蘇るのがですね、わーっと、もう奥行きも広がりも高さも、もうすごく広がり方が魅力的なんじゃないかと思います。これがですね、こう記憶と思い出と結びついていってまして、自分ではなくて、今度お父様が、お母様が、そして旦那様が、奥様が、妹さんが、お姉さんが、お兄さんが、弟さんが、よく、口ずさんでいた、例えばお母様が台所でね、いつも夕飯を作りながら、うんって歌ってた曲が、何の曲か子供の頃でわからないんだけど、その時には興味も何にもなかったんだけど、今になって何十年も経って、それを歌詞を見て歌うよ、ね、歌うと思わなかったって言いながらですね、涙を流しながら歌ってらっしゃる方もいらっしゃって、それでその涙がですね、こうなんかこう、なんて言うんでしょう、すがすがしいって言っちゃうと、もう言葉一つでは済まないんですけど、そういう涙を流されて、その後パーッと笑顔になって、それでまた違う歌を歌ってて、拍手をしていって、なんでしょうね、この弾み方というか、こうね、体を揺すって、リズムに合わせて、それで歌ってくださるという、このお客様をこうね、このお客さん、そうですね、やっぱり歌も、もちろん下曲も魅力的です。とっても魅力的です。そしてお客様の魅力が一番じゃないかなと、そんな風に思っています。今日はこうやってね、歌声の魅力をちょっと少しだけおしゃべりをさせていただきましたが、どうだったでしょうか。またですね、この歌声の魅力2、3、
4行くかなそんな感じで、動画を撮っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは今日はこんな感じで、またお会いしましょう。